皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、珍しい3人組ですけども、はい、今日は。今日は実は。はい。ですね、こちらの紹介をそろそろしなきゃいけないなと。一生懸命、これの話しようと思ったの。LS です。LS。はい。これ、あの、意外にこうね、黒と、こう、オレンジと、ハスラーの。同化してますよね。なんかね。なんか何の違和感もない、はい、ただアップルウォッチにエルメスとデジタルで書いてるぐらいですけど、はい、うん、やっぱりいいですね。なんかお客様にも社長突っ込まれてましたけど、はい、時計されてますかということで、はい、あの後からし始めました。そうです。早速、まあ、その話ですよ ね、 そうですね。どうでもいいんですが、はいはい、今日の主役は、実はですね、こちらに、はい、我々もちょっとまだ見てないんですけども、はい、外注先さんの方から、はい、我々レーシングスーツが、はい、エアポッツじゃなくて、エアポッツじゃなくて何本入る、到着しましたので、はいはい、でこちらを今から開けるところです。私も見ておりませんが、はい、あの本日たった今、はい、到着いたしましてですね、はい、こちらをなんか、はい、あ、じゃあ急に開けてもいいですか。私が開けていい、入ってるはずです。入ってるはずですので、まあ、このサイズの箱っていったらそこそこのものが入ってないと。そうですね、車の部品でもそこそこのものがないとですね、うん、はい、切りましょう。じゃあ、カーナペ、はい、はい、ではオープン。オープン。おー、あー、もうまさしく、あ、そうですね、ですね、1着はちょっとお客様、はい、だったので、はい、あ、この名前が書いて名前してるヨーシーダ、はい、はい、はい、あー、ありがとうございます。ヨーシーダってことになりました。これは、うん、はい、私ですね。お客様ね。はい、はい、はい、ね、はい、でしょうね。こちらを、はい、中を拝見しましょうか。いや、いいですね。なんかイメージとしては、レーシングスーツが畳まれてそのまま入ってるかと思ったら、こういったバッグに入ってるってことで。通勤もできるぐらいの調整。おお、社長、はい。おお、ね、ちょっと来ました。こんな感じですね。はい、いいですね、初めて見ましたけど、はい、じゃあ今からそこをあの、はい、カーテン閉めて、はい、ブラインド閉めて、はい、ちょっと来て、はい、と紹介しましょうか、はい、ですね、タミスケのロボットですね、はい、ですね、私もロボットタミスケですね、ついてます。いいですね、いいですね。これは社長オーダーしたサイズだったんですね、はい、そうです。ちょっと手先を変更して、はい、で、川野くんが、まあ、手先は変更せず、もともと通信の分からですね、既製品のサイズ、うん、そうですね、腕、はい、と足だけして、はい、まあ、そうすることによって、まあ、ちょっとセミオーダーっぽい形ですけど、そうですね、はい、少しでもあのリーズナブルに仕上がりますので、はいはい、またこれを見ていただいたお客様がですね、あの、ああ、私のもうちょっとセブン K さんにお願いしようかなってね、はい、まあ、そういう気持ちになった時にはまたお声掛けぜひいただきたいと思っておりますので、はい、じゃあちょっと試着しましょうか、はい、大変お待たせいたしました。はい、はいはい、ということで、誰も何も誰も何も、ちょうど今に鏡がこっちある。鏡じゃないんですけど、そうです、ショーケースが前まで反射して、はい、いいんじゃないですか、はい、かっこいいです、いいじゃないですか。社長もスリムに、僕もスリムにえ僕もスリムに見えますよね。すごいです。思いっきり今へこめとってしっかりやりますいやでも、これでちょっと、はい、がぜんやる気、やる気言い方おかしいですけど、はい、すっごい気持ち入りますね、これ。そうですね、もうレーシングスーツ初めて、あ、なるほど、来たのでですね、せっかく私、もう専用で買ったので初めて買ったレーシングスーツが、まあ、セミオーダーで買って、ね、自分の会社のロゴが入って、はい、血液、ま、間違ってないかちょっと、血液型になってるんですか。 A 型が大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、しっかりの A 型なんで大丈夫ですか。万が一の時はこれが最終的に決めていないわけです。そうですね、ちょっと変なのが印刷されたらこれあ、そうですね、なんで、はい、ここに、はい、はい、タミロゴが、タミロゴが来ております、はい、ね、あとうちのロゴがありまして、ね、まあ、社長、ここの辺りのデザインも結構ギリギリまで悩んでっていう形だったんですね、はい、この色合いと、ちょっと横向いてもらっていいですか。はい、このこうですね、うん、こういったデザインになってます、
まあ、ちょっと今村選手の分に関してはもちろんスポンサーさんの兼ね合いが、ねはい、ちょっと若干デザインは異なるところがありますけれども、はい、まあ、私たちのこの、そうですね、お求めやすい、ね、はい、価格帯で、ご提案できる、まあ、デザインと、あとはご提案ということで、はい、どしどしそうですね、お待ちする形でよろしかったですか。まあ先ほどもちょっとお話しましたけど、あの袖の長さ、うん、裾の長さっていうのが、はい、調整ができるということで、そうですね、あの全てできるんですが、はい、まあ、どうやっちゃうとね、やっぱ単価がポンと上がっちゃうんで、ね、そうですね、あとデザインもそうですけど、うん、まあ、そこあたりはまた詳しくはね、そうですね、またご連絡いただければご提案させていただきます、はいはい、やっぱりこう、うん、私もともとちょっとやっぱ袖とかがあんまり丈が合わないタイプなんですけど、うん、はい、ピタッと着てますね。ああいいですね、はい、いやこれすごいやってよかったなと思ってますので、はい、もう今月の走行会もちろんこれです、はい、もちろんもちろんです、はい、なのでご参加いただける方は実際にですね、あ、そうですね、あの3人が着てるのを見て、あ、デザインであったり、はい、まあ、そういう丈の問題もそうですけども、はい、ご確認いただければと思いますので、はい、もう一方お客様も実際に来ていただいて、はい、あと今村選手も、はいはい、ご自身ので来ていただいて、はい、ちょっと写真なんか撮りたいなと思ってますんで、なるほど、これがですね、そのうちもう走行会に行ったらもうみんなこの格好で、あれだかよく分かんない、ヘルメットかぶったらなおさら分かんないですからね、はい、そんな感じなのかなと思いますですね、まあ、ちょっとまずは形から走行会ですね、はい、まあ、当初の総合会はレギュレーションというのは別にこのスーツに関してはありませんけれども、ね、はい、ただやっぱり今後、オートポレスであったりそれ以外のサーキットで、まあ、ご自身でちょっと走っていきたいという方にとってはですね、うん、サーキットによってやっぱり必須の場所もありますし、はいはい、まあ、やっぱり自分の安全を守るためのものでもありますので、まあ、こういった機会にですね、なかなかレーシングスーツってどこで買ったらいいんだろうとか、うん、まあ、インターネットだとなかなかちょっとわから、うん、サイズ感がわからないとかっていうのもありますので、はい、まあ、ちょっと今後試着にの、うん、試着に関しても、ね、何かしら準備ができればと思いますし、はい、まあ、体型に関してもですね、はい、松岡の吉田と、ね、まあ、いろいろな体型を、この3サイズに関しては、はい、まあ、着ていただけるかなと、言っていただければすぐ持ってこれますんでですね、はいはい、はい、これが M ですね、で社長が、は、手足を長くした、ね、基本は M ですけど、はい、手足だけを長くしたものが、そうですね、あ、こちらです、はい、で私は XL で手足を伸ばしていると形になりますので、まあ、これ各々サイズも結構ね、小刻みなんで、はい、M があって M2L があって L2、はい、XL があって XL2、はい、下 S もございますので、はい、かなりバリエーション豊富ですね、はい、まあ、結構普通の洋服と違ってやっぱりピタッとタイトにくるものなので、うん、細かいサイズの設定ってすごく大事だと思いますね、はい、まあ、バケットシート座って確認するもよし、はい、ぜひぜひたくさんお問い合わせいただきたいな、はい、まあ、ざっくりですけども、あとどこを変更するかにもよりますけども、はい、まあ、手足の長さの変更ぐらいですとこちらのトリプルレイヤーになります、はいはい、で10万を切るぐらいの金額でご案内できます、はい、そういったところはちょっと目安になりますので、実際ですね、はい、レーシングスーツって思ったより高いですね、そうですね、はい、ソルシのスーツでもね、はい、10万超えるものたくさんありますので、普通にありますから、はい、いろんなメーカーさんね、ありますけど、はい、はい、まあ、当社のこのロゴもしっかりありますので、そうですね、ぜひぜひ、お問い合わせいただいて、まあ、この名前とかもですね、はい、もう完全に自分用ですから、はいはい、こういった機会にぜひご検討いただきたいなと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで今日はこの辺りでお別れです、さよなら。